12月11日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。西から低気圧や前線が近づき、西日本はお天気下り坂となりそうです。それでは天気の流れです。九州では通勤通学の時間帯から雨が降り出す予想です。ざっと強まったり雷を伴う恐れもありますのでご注意ください。日中になると中国四国地方もだんだんと雨が降り出し、夕方以降は近畿地方でも傘の出番となる見込みです。朝に雨が降っていなくてもお帰りに備えて各地雨具をご用意ください。そして夜遅い時間帯になりますと東海や北陸、そして関東でも雨の降る予想です。では気温の予想です。東日本から西日本では朝の冷え込みそこまで強くはなさそうですね。北日本、北海道は日曜日と同様寒さが続きますので暖かくしてお過ごしください。月曜日、関東地方は最高気温がそこまで上がりません。日差しも乏しくややひんやり感じられそうですので服装で上手に調節を行いましょう。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。ぜひご活用ください。